久々に戻ってまいりました。コライオンです。今回はちょっと短い動画を上げることにしました。ちょっと気になる話題がありましたので、今回は取り上げてみたいと思います。今こちらに出てます。CNN さんが報じていました。鳥の大群が突然落下。黒い塊が降ってくる様子を撮影。メキシコ。 ということでですね、まあ、今回は非常に短い動画とはなりますが、まず、どのようなことが起こったのか、こちらの映像で見てみましょうか。ではどうぞ。 ということで、皆さんいかがでしたか大量の鳥が突然落下してきたと言っても本当に半端ないですよね。あの鳥の数。1話2話ではないですよ。そして、一体何が起こったのかどのようなことが報じられたのかちょっと読んでいきましょう。CNN。メキシコ北西部。 チワワ州、チワワ州なんてあるんですね。チワワ州でこのほど群れで飛んでいた渡り鳥が突然空から大量に落下してくる出来事があった。ロイター通信が伝えた。地元警察は落下後、100発回、木頭むくどりもどき、長えオイを発見した。木頭むくどりもどき、言いにくいつもは、冬の間、カナダからメキシコに移動する。 映像には鳥の大群が一斉に空から落下する様子が映っている。獣医師は警察に対し、落下した鳥は有毒な煙を吸い込んだか、電線で感電した可能性があるとの見方を示した。本当かその根拠はあんのちゃんと。有毒な煙ってことならば、その周辺にも何か悪影響あったんじゃないの人間には悪影響はなかったの 本当に電線で感電したのなどと、ちょっと突っ込みたくもなりますけども、まあそれはさておいて、ロイター通信によると、当局は鳥たちが突然死した原因について、結局は明らかにしていないそうです。まあこれはあくまで憶測ということになりますよね。ところが皆さんどうですか今回の件、以前にやはり海外で 鳥の大群が落下してきたといった映像、何度か見たことないですか私はありますよ。で、それは、原因は何でした、まあ、原因と言われている。まあ、それはあくまで憶測かもしれませんが、ほぼ言われていたのが例の件ですよね。まずはそれに間違いないでしょうと言ったようなことから、実際にそれについて導入を、うんまあ、規制してしまった。 国々もあるわけで。それを考えるとね、やっぱりまあれしか考えられないんですよね、えー。なんか取ってつけたような今回のこの説明、全く納得できませんね。ということで私はあれじゃないかなと疑ってます。ということで今回短かったですが、以上となります。ではまた。